<laughs> お前かいまさかのジョータロー気づいてねまた <laughs> またレイディを これが狭間だとしかずアイドル好きなのかなシャーペンなんだなんだえなにぃぃなんなの 何なの <laughs> もうえ何事目を刺した自傷行為によって何かを引き起こす自分の目を潰すとはそしてそのままとは思えないからその傷を相手に移すとか。 例えば。いや前回地味な戦いだけど今回派手派手すぎる <laughs>。えっとロックとあこれねえっ、ー、とエコーズね。だ音のスタンドな相手に音を刻み込んで、えー、反響させて苦しめることもできるし。 信じていな感じでちょっと気持ちの誘導なのかなをすることもできるし強く染み込ませるあ変わったねオープニングがあでも髪はこのまんまだな前回最後逆立ってたけどどうなるんだろうあなんか微妙に逆立ってる小林 射程になったの、ね、あっこれが狭間だいやさっきのは違うほうダチさっきのがダチ やっべてなんでお前普通にまだ納得いかんけどな俺あ,あ小林が産生仕事 どの <laughs> 金融関係えんいやちゃんとしたところんいや当たらずとも遠からずなの長介 <laughs> のアホ。 と弓矢によって今後も増えていくんだろうしうんいや勇気あるなおほんとに惚れ込んでるやんお前ええー、<laughs> 現金なやつだなもう狭間だね サーフィス。行かれてやがるよ。不気味なの出たいおなんかやべえ <laughs> 目がガンギまってるえあ、まな、直せるしな。<laughs> もうちょっとあるだろ、やりようが。 カバンと漫画、普通捨てたぞ今。なな捨てる <laughs>。うん。んあ実物。 そんなでかいもん今になってがよ <laughs> ああいやスタンドだん人に変は長ジョースケに化けた。 どういうスタンドようんやっぱスタンドだったのねスタンドが人形に化けてたあパーマンねあうん鼻押すやつね あんま詳しくは知らんけどね漫画好きだもんねお前ねまあ、多分この時代はもう世代なんだろうな完全に体が操られちゃう

うん、そうそうほんとそれ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 もう前回もねねもうほんと陰険なやつしかいねえ早いあ射程かやっぱお前もだいぶ狭いのね考えてたのかそのロッカーとぶぶんま、うん、飛ばしたり。 上っ面あ取り付いてるあ,あり依代がある「タ太郎が目的指示されてんのか?あ」あまずいああ ジョースケは自分直せないからこりゃ食らうわけにいかん情報がううこれ確実に電気のやつの手先だねう,うい いや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 どどうやったえなるの華鏡の時もだけど目って丈夫なんだねいやどうやった今自分の体には影響を及ぼせないよあしょ象 ちょっと刻み込んだあてかあ、そうか具象を聞かせたのかいやよくやったギリで回避して騙したのねすごいよお前 速攻で直したああやりよるお前ら最高のチームワークや <laughs> おあんたもオープニングにいなかったっけうん なんだえちょっとほの字どっちにうん城太郎んとこ行ったんだよなうんいる 通話中。誰と？うん封じてるんだ。そういうことか、そっちか。呼び出された。ちょっと悪どい声してるけど、わからないよね。 いやーねえもう本当なんかこう人の信頼を揺らかしてくるのはちょっと嫌だね前回も本当すごくなんかこう胸が苦しくなる <laughs> <laughs> いや「おインゴボインゴよりも全然 あ,あ、あ、あ、こっちかわかんねえよな。

生きてるギリ<え>ああ人気者だねハハハハハハインキャやなあラブレター あ、じゃあさっきの子もてかスタンドが面食らってるよ自分のスタンドと喧嘩すんな <laughs> 何してんのバカっすねー 雑魚臭してきたいつもこう <laughs> お前が性格悪いからそうなるんだよ <laughs> えああ。

だ、持ってやがった。ねえ、ジョウスケの顔でやらないで、それを。うわ。ねこの街、クズしかおらん。<laughs> ああああはいよ、あ、はい、よおガラス片。きたー間に合った。 変なとこで時間使ってるからう体は操られるけどそれを多分対策立ててきたやろおおっ戻す おーやだ右手がええー、やべえ <laughs> あーまあまあまあなんとかなるなかなかえげつないこともできるのね結界死みたいな。<laughs> おバレた。最短ルート。うん？なんだ？高一のスタンドで近道？なんか人を使うのか。 どういうこと？あー、あーはい、遠回りね。なるほど。騙したのねー。 <laughs> 賢い頭脳専用のスタンドだね <laughs> そっか人だけじゃなくてそう,そういう使い方もできるんだちょっと詳しい条件まだ分からんけどもうんあ間に合った OK 偽物が来るよあどうするよ狭間だ <laughs> コピー先変える あやつったなあ,あまたやる気かえああああ あー喋れない。いやりおるえどっち行くこっちこっち。あーやっぱそっちか。いやジョタロ気づいてんじゃないの。 一撃必殺いや錠太郎止めろ久々にいや結構ガチでピンじゃうね毎回ねうっあっ <laughs> お前かいまさかの錠太郎気づいてね <laughs> あ能力切れたああなるほどなーるほど きっとバイクも直したんだろうな <laughs> やばい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  <laughs> これはガチや <laughs> さっきはちょっと優しかったのに <laughs> ああ怒らしちゃったうんほんとほんと毎回ガチピンチうんうん OKOK 吸引 <laughs> 気づいてもらえなかったかあーああこっちは出た電気、うん、やっぱりとりあえずお前がボスなんだね。 いや電気はやべえい,いやでもコンセントを使っていいのは足が群発の女だけなんだよ <laughs> うん今後手先をポンポン送り込んでくるんだろうなだ毎回ほんと覆し方が分からんのはすごいよねほんともう一部から、まあ、特に三部からでさっき あの二人を見てなんか頬染めてる子いたけどあれ別枠って気はするよねなんかオープニングにいたっぽいしみんなはジョー助を見てたけど実はあの子だけは光一見てるとかスタンド使いになのかこれからなるのか ま、見方もまだ増えるんだろうしね。しかし、読む上太郎割と替えの外やね。<laughs> いや、上太郎がどうにかしてくるなと思ったんだけどな。当てが外れたな。<laughs> で、小林が、ええー、ちょっと射程になっちゃった。なんか、うん、なんかまだちょっと、なんかこう、<laughs> 納得いかんけど。<laughs> まあ、だんだん好きになっていくでしょう。うん。完全に見込まれたね、高一が。 はいというわけで今回はえー、とジョとョの、A、4部の第7話ですね見てきましたけれども次がえんかぽくないやっぱり高一じゃない恋をするで恋に関するスタンドが目覚めちゃったりするのかなその1だもんな結構長いよねその23とかまで最長どんだけいったっけか 4とかまでいったっけ確かにリオかバニラアイスが一番3部で長かったはずだよね。まあそんな重たい話にならないと思うんだけど、アンダクライマックスにはね。まあでもとりあえずこういう話になると思うんで、この山岸修学っていうのはどんなキャラなのかまあ見ていきたいと思います。はい、というわけで、今日のハズマックスナイミューションでございました。また次回第8話でお会いしましょう。じゃあね。